はい、今日は竹の箸について説明いたします。まずお箸っていう字は竹冠に物って書くんですけれど、昔漢字ができた頃、箸っていうのはほとんど竹でできていました。ちょうど竹っていうのはポンと割るとこういう細長く箸に似たような形状ができる、それからとっても滑りにくいっていう特性から、昔はもうほとんどの人が竹のお箸を使っていたんですね。